節は中国三国時代の呉の武将。予習敗軍、竹村県の人。父は節荘。弟は節明。老いは節健。孫康の時代に五冠中老将となり、馬を買い求めるため食官への使者となった。帰国すると孫康から食の統治ぶりについて尋ねられた。節は主君は暗具にして、己の過ちを知らず。 進化も保身に救急,急として罪を逃れんとしております。生徒の朝廷に散大するも正論は聞かれず、村の行くも民衆は色を失っております。軒先に住まうツバメの親子が自分たちの安全を楽しんでおるところ、突然に胸着が燃え始めてもツバメは心浮かれたまま災難の到来に気づかないという話を聞きました。まさにこのことではないでしょうかと答えた。 その後しばらくして、諸は義に滅ぼされた。法廷2年7月、孫博氏は、小作王匠になっていた節二病の聖殿と、奥殿の建設を命じ、これを新病と名付けた。進むの各欲は、孔子大衆の陽気尾、将軍の家、九馬大衆のトウモトらを派遣し、駅州から孔子へ侵入させ、大都督の治さむそく、孔修志士の劉春を切った。 このためだて公元連11月、節は、伊南将軍、大都督に任命され、愚藩、同行と共に、分水の地において、陽気日の進行を防ぐこととなった。不死を杖きながら、南西に向かった節の陣容は、花だ立派であったので、当時下級役人であった我彦を憧れの気持ちで断足させている。道光が敗北して二人の将軍を失うと、節は腹を立て、 お前は族とを討伐すると上評しながら二人も将軍を失った。誰の責任であろうかと言った。東高が部下が作戦意図を理解できず、諸将が命令を守らなかったから負けたのです。と言い訳するや、説はさらに怒って撤退しようとした。このため、東高は東元に野衆をかけて財宝を奪い取ってきた。説はようやく陳謝して東郷に 公衆を再量させた。その後も、投稿らの働きがあって、ついに、公衆の半ト回復に成功した。しかし、説は、公子制圧から帰還する途中、病気にかかりなくなってしまった。節総伝、孫広志伝、新女投稿伝、新女阿ビ子伝,序東高伝、新女投稿伝、新女投稿伝、節総伝、ありがとうございます。